早めです。今日は秋田県由利本荘関さん来ておりますね、この後行ってこようと思います。はい、来ました。今回はあえての肉そばです。うどん本荘はね、うどんのこの肉うどんから派生したのが本荘の親鳥ラーメンと聞いたことがあるんですね。元祖になるわけですよね、うどんの方が。こちらをいただいていこうと思います。甘いスープは確かに一緒だけど、中華よりちょっと甘いかな。この甘いスープはやっぱ、あの中華そばよりさらに甘いけど根性っぽいですね。で、親肉、親鳥の肉、シネ肉ですね。やわやわのうどんだけど、やっぱこのシネ肉にこの甘い味が合うんだな。ああ、このやばいの体に優しいね。あと海苔が乗るのがやっぱ特徴なのかな。出ますね、この甘いスープに。あ、七味のね、辛さだけじゃなくて他のものも入ってるので香りが立っていいですね。この後もいただいていきます。